こんにちは、ちゃちゃです。本日は綾野剛さんについての動画です。現在日曜夜9時に放送しているオールドルーキーに出演中の綾野剛さん、演技力に絶賛の声が並んでおり順調に思えましたが、ガーシーこと暴露系 YouTuber の東谷義和さんに女性問題を暴露されたため、出演している CM の放送配信終了や時期以降の連ドラのオファーが来ていないことが7月4日に発覚しました。俳優として高く評価されている綾野剛さんですが、以前から酒癖が悪く、わがまま女優という異名をつけられるほど自己中心的な性格で周囲の人をたびたび困らせていたようです。今回はガーシーさんによって暴露された綾野剛さんの裏話を紹介していきます。冷蔵庫事件。俳優の山田孝之さんの結婚祝いに冷蔵庫をプレゼントした綾野剛さんだったが、めっちゃ高いよ、びっくりしたよと3日連続同じことを山田孝之さんに言い続け、4日目か5日目に温厚な山田孝之さんがブチギレる未成年アイドルを持ち帰り事件。大阪で飲んでいる時にガーシーさんのお友達が元 NMB の松岡千穂さん、当時17歳を呼び出した。最初はシラフだったので帰りなと言っていた綾野剛さんですが、酔いが回ってきて松岡千穂さんを連れて帰りたくなってしまいます。そのことをガーシーさんに話すと、未成年はあかんと止められてしまいますが、綾野剛さんは止めたかいなく松岡千穂さんをお持ち帰りしてしまったのです。小島瑠璃子強姦未遂事件。綾野剛さんに気に入られていた小島瑠璃子さん、ガーシーさんも交えてよく一緒に遊んでいました。いつもは早めに帰る小島瑠璃子さんがたまたま遅くまで残った日に事件が起きたのです。綾野剛さんは手下たちに頼み、小島瑠璃子さんを無理やりタクシーに乗せたのです。タクシーの中で綾野剛さんと二人きりになってしまい、小島瑠璃子さんは怖くてガーシーさんに助けを求めました。ですがどないしようもできひんと言われてしまいます。そんな時タクシーが信号で止まったので、小島瑠璃子さんは隙を見て逃げることに成功しました。それから小島瑠璃子さんは綾野剛さんがいる飲み会に来なくなった。使い古した穴より新規の穴、女優の佐久間由衣さんとお付き合いをしていた綾野剛さん、佐久間由衣さんとガーシーさんと綾野剛さんでご飯に行った時に、彼女返すからこの後女の子呼ぼうやと女の子の新規開拓に勤しんでいた。ザ・シックス解散の真相。綾野剛さんを除くザ・シックスのスタッフのグループ LINE で綾野剛さんは愚痴られていました。妻はじきにされたことが原因で綾野剛さんはザ・シックスを辞めようと切り出した。ホリプロとスターダストとトライストーンの一大プロジェクト、ザ・シックスは綾野剛さんの自分勝手な行動によって解散しました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。